はい、でみんさん、大きくなったサーモンになりたい、クルセいくらです。今回もですね、こちら、ザッダークオーカートの続きをやっていきたいと思います。前回の続き変えていくので、前回の動画見てない人はですね、概要欄に URL で貼っておくので、そちらから見ていただけたら嬉しいです。ルルルは、ということで、前回はこちらですね、じゃかじゃん。 なんか図書室の鍵を手に入れるために、なんかここの昔の主を召喚しないといけないんですけど、その召喚の儀式に使うウィシアの小僧が、前回ようやく5つ溜まったので、早速召喚していきたいと思います。なんかこの海外版コックリさんみたいなボードを使ってやっていくらしい。めちゃめちゃ緊張する。絶対なんか起こるよね。行きます。ほいさあどう来るエルドワインアトンキソンのレーと更新できればな、 昔ののだねここのあなたは呼んでるんだ。一緒にいるのおエルドワイン、君も私に加わってくれ。わ怖あなたがここにいるなら合図して。あえそんなところに大丈夫かこれ。 あっエルドワイン君かええこのマコはえこのマは何ええなんかしないとびっくりしたわ。 繰り返す君だったのかエルドワインおポインタがイエスに動いたほんまか本当にエルドワインかイエスはいありがとうエルドワインこのテーブルに来てあ GOW? a、w? a 一瞬 H の方行きかけたやん。立ち去って。やばいやばい、何か絶対起きるって。頼むエルドワイン。あの助けが必要だ。y o <10? S 2> <Yes. S 1> うわ、やばいんじゃないこれ o. O. もう英語読めないから分からんて <O>. え ほう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 あなたはここにいてはだめ。何それ、吐くみたいなこと言うやん。邪魔してすいません。急に冷静になるやん。助けてください。一つだけお願いがあります。そうだよ。鍵のありかを聞かないと。 銀行にアクセスする必要があるコードをもらえますかここ覚えておかないとダメだよねああ教えてくれないのどうしてうわなんか怖いこと言おうとしない

彼女は怒るだろう彼女ってやっぱあれかなあの悪魔的な悪魔ババアかな知ってるけどとにかくコード教えて分かったらイエスと言ってだいぶ強い気に出るやんもうそうだよねかけるしかないもんねめっちゃ悩んでるやん225 めっちゃ5や2555あこっからだよねうわなんか怖いこと言う絶対ほら彼女が来たとか言うでしょ絶対これ対こ SC え、え、大丈夫かこれ。曲が。怖い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 。彼女が来る。ほら。早く、早く、早,早く早く。OK。もうお守りとか持ってないからさ、これ撮っていいかな。執務室の絵画。 執務室の絵画 <laughs> 鍵じゃないのあなんかあるなんかある本あああそうそうそうなんか本が必要な場所があったんだ何ほらもうやばいってうわわわわわわわ,わ,わやばい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 めっちゃ怒ってるやんえちょえもう超能力には勝てないんだからさ うわキモキモキモ <laughs> ここでここでここでちょっと待って,待って,待ってそんな取り残され方めちゃめちゃ嫌なんだけど走ろう走ろう走ろう確かここうわここじゃないなでも確かここから下の管に降り出たような記憶がなくもないんですけども絶対全然違う方向に進んでいるい これで一周してんんゃなか奇跡的になんかうまいこと逃げれたっぽいから逃げれてないな逃げてない絶対一緒に絶対一緒にいる急い,急いで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 あのセーフティーエリアまで行ければとりあえずは安心だと思うんだけどここちょっと一回場所確認したいから一回ちょっとここで落ち着こう えっと、確かに、ね、執務室の本っていうのが、本当に一番最初のところに戻らないといけないけど、ここら辺かな多分ね、ここなんだよ。この鍵がある部屋だと思うんですけども、ここまで戻らないといけないわ。一回ちょっと悪魔ババアがね、退くまで待たないといけないわ。え、セーブしたろ、もう一回。よいしょ。このゲームは本当セーブが強いから。大丈夫かな、いって。 もういないな道とか本当に確認しとかないとさめちゃめちゃ迷うんだよね。出てまっすぐ行って左突き当たりで右かな右行ってでそこで曲がって曲がって <laughs> とりあえず右の方を突き進んでいけばいい。もうちゃんと地図を覚えるの苦手なんだよな。よいしょ。 多分ここら辺から奥に行けるはずここここここよいしょ怖いなーあバッテリー取っとこうこっちだよねそうそうそうこの突き当たりだ正面とかなんか出てきそうだよね急げば大丈夫って多分こっちなん ここだけかな僕の記憶だとここなんだよね。ここ、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 ここ。またこの部屋に戻ってくると思わなかった。この部屋めちゃめちゃ盛りだくさんあるんだよね。で、確かにここの壁。これ、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 ここ、ここ。さあ。あ、隠し扉、隠し扉。入っていいのかなめちゃめちゃやばそう。 大丈夫これ行ってうわなんかめちゃめちゃやばそうな部屋に来たんやけど何ここ本がめっちゃ置いてある似たような本だけどやっぱ一枚一枚なんか書いてあんのかなでこれよ何よこ,れこれないのかってんのこれなんか人肉みたいななんか本だああそっかそっかそっか なんかね、アーティファクトっていうのを合計でね、5つかな、集めないといけないんだけど、そのうちの1つが確か本だった気がする。うわぁ、ペストマスク怖いなーなんでこういう形状にしたんやろうな、本当に。ちょっとなんか模様がさらに怖いし。まぁ、あ、ちょっと怖いんですけども、取ってみよっか。ここも不気味だなー何なんもないの。なんかありそうだけどなぁ。もう拾っちゃおっか。 じゃあちょっっとと拾っていいいきたいと思いまずつしのアーティファクトすっごいなめっちゃ封印されてるなんか耳の形っぽいのしてるしさあほんで燃やすオッケー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 これ暖炉に行くまでが戦いだからほら見た来たこのもう,もう,もうどこにでも現れるやん当たり前のように。 もう BGM もないやんあどうもこんにちはぐらいの勢いやんこれ正面に出てきた罪みだなえっとねここ右に曲がって左に行くとどう暖炉があるんだよねもうめっちゃ覚えてるやん <laughs> そうここここ大丈夫大丈夫ここここもう,もう燃やすだけ燃やそうこれ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 いけ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  OK、燃やした,、OK、燃,やした燃やしたよ燃やしたけどどうすんのこれどうしなのこれどどうどうどうどどどどどうすんのここから何かある鍵鍵鍵,鍵出てきたほら獅子座の鍵これめちゃめちゃ重要でしょセーブしたいこっちだこっちだまだ安心はできないからね もう一目散だよ、一目散。OK, OK, OK, OK. おいしょ。うわ、なんかすっごい順調に進んではいるけど。よいしょ。OK。めちゃめちゃ順調じゃないで、ししさの鍵が、またちょっと2階に戻らないといけなくなっちゃうのか。本当に行ったり来たりだなこっちだね。 ぐるーっと回ってよいしょここ突き進んでってなんか一っに降りるとこなんか視線の鍵は結構いろんなとこで使う感じだったようなもうそこに行くまでの道がわからとりあえず進んでいけばいつかね見つかるでしょうとは思ってんだけど全然見つからへんな。 <laughs> 絶対こっちじゃないもん。えー、っと、ここを出て、あっちだな。ここの、あ、そうそう、ここ、ここ、ここ。この下、この下、この下。バッテリーの消費がほんと早いよね。懐中電灯ってこんなもん。頑張ってくれ。 で、まずここのどっかに獅子座のあもう2箇所あるやんどうしよう多分こっちは道がつながるだけな気がするおいあでも新しい感じの部屋新しいタイプの部屋だ失礼しますくだここ 見た感じ、なんか怪しいものとかはなさそうだけど。あ、この箱ね。これ開けられたやつじゃんバッテリーがある。そんぐらいかな。なんかめちゃめちゃ怪しいかってあとはた別になんか通り道って感じの部屋。ここは開かない。乙女座。新しい鍵かな。ギシギシ聞こえるの怖っ。 ここは開けられるんだ。繋がってる感じ繋がってる感じど、どこここ <laughs> ここどこにいるの今もう全然だから地図がないから行ってもわかんないんだ。もしかして行ったことない部屋かな。こんなとこ来たことあったっけあ、でもあったか。あれここあったっけあ、あった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 。そうそう、数字が書かれてる部屋か。ここ通れなかったんだ。 知らなかった。私はあと乙女座の陰でね、また訪れる感じかな。他に怪しいものは何もないから。あともう一個だね。反対側のここが一番気になるところ。開けます。さあ、開けます。せーの。よいしょ。うわー、一本道越え失礼します。どうも。この家の。 悪魔バラに来ましたクルセイクラですうわやばそうどうしようまっすぐ行くか左から行こうかなあきそうじゃないあくんだやっぱりなんかいかにも触れてくださいと言わんばかりのなんか本が置いてあるわおいその前にいろいろ見るけどバッテリーが置いてあって取れるこれこれで取れる そのくらいかなもう触っちゃうか。怪しいもんなセーブポイントな <laughs>。こんなでかいえ、ってことはここ安全ってこと他のね、セーブエリアと違ってめちゃめちゃなんか普通の部屋だけどね。まあ、それはそれでありがたいけど、開かない。 え、何の音もなくなっちゃったなぁ。僕行ってみる <noise> おい。んなんかやばそう,う。やばい、やばいなぁ、あれなんか。<laughs> 見てはいけないものが。な、な、何座の鍵これは。山羊、お羊かなぁ、これ。 感じで書ると全然わからんな。で、ここだな。なにこれやばいって。な、なんの部屋これ入ろうかここだけ入ろうかじゃあ。なにこの人形。うわうわうわマジで不気味な人形だな、これ。えぇ。どこに需要があるんやろほんまわからん。 お前もやばいぞだいぶ一人だけの赤間発れ感出ててよねなんか書物が置いてあるのとこりゃ何か開けたないなこれなおい妻は今日とても冷たかったほとんど妻の姿を見ることはない彼女は秘密を隠しているのか冷たかったってそういうことかなんか体が体温がなくなったっていう意味かと思った 昨日夜中に喉が渇いて目を覚まし、水があるか手探りしたいところ、窓から黒服に身を包んだ男たちが家を出ていくのが見えた。やつには真夜中過ぎに私の屋敷で一体何をしていたのだろう。だが今日妻に尋ねたら冷たい声で妻は言った。え、作乱なさっているのね。誰も屋敷にはおりませんでしたわ。彼女の嘘の背後にある理由は何なのか。自分が何を見たか分かっていた。パートキンソンや。これだねで、ね。開けます。 開かないうわあ、鍵手に入れたら真っ先に来ようかな、ここ。なんかめちゃめちゃ怪しいもんな。でもそのぐらいかな。なんか隠し扉がとかあるように見えないもんね。床の穴開いてたりとかもしてなさそうだし。えぇ、ー、もう嫌だな、ここ。ってことは、こっち側終わりかな。ここ鍵か,かかってるだけだもんね。 ほな、じゃあ、あとどこらへん行けるここ見た。こっちの奥か。もうちょっと進もうかな、じゃんあ、開きそう。まあ、開くよな。ここにもダウンあるんだ。うわな、な、な、なんかすっごい扉ある。何、あの扉。これだよね、気になるの。 触れて大丈夫かな開かない謎の鍵 <laughs> 確かにな見るからにこっちが鍵穴っぽいしね謎の鍵じゃわからないよななんか書いてあるえーなんだこれ懲戒なんて読むんだろう火のせいで血が巡らなくなってしまい自分の足が感じられないシーツ帯も冷たくなってしまった だが、まだ働いており、毎日人々がいなくなっていることに気づいてる。何が起こってんのか知る必要がある。もうなんか主人の知らないところで、なんかいろいろ起こってんのが一番嫌だよね。これ、取る。もう暖炉の光が暖かいわ。あれ、でもここもそんなもんうわ、怖いなーこんなもんか。 こんなんなで大丈夫か一番やばそうなのがここだね。ここはやばいでしょ。ほらほらほら、もう壁の模様が特殊だもんな。失礼します。何この壁の模様。なんかありそう。バッテリーがあって。あ、なんかあるなんかある。あ、地図だ地図だ。 え、あとなんか下がなんかめっちゃ繋がってんだけど。ほらほらほら。あ、ここは開けて大丈夫じゃないオッケーオッケーオッケー,ッケー何を基準にオッケーって言ったかわかんないけど。これ取ろう。マップの一部。左側だね、多分。オッケー。で、気になるのがここだね。失礼します。ここは、なんかやばそうだぞ、ここ。 うわなんか見覚えのある部屋だな乱れてるぞみたいな目のマークいやー不気味な部屋これだね開けますなんかやばいの出てきたんだけど何これカラスの目 <laughs> カラスの目ってこういう感じな何これこんなゲットしてどうすんのさ ああちょっとあとじゃあセーブポイントまで戻るか怖くこ,ここ出んの怖こ,ここ出んの怖い怖い大丈夫なんか次々といろんなもの見つけてるけど何の解決もしてないよ戻る戻るしかないよね多分ここがで、ね、セーブ部屋だからこれでいいんだじゃあ でここにもなんかあ、ったあ,あ普通のあれか、バッテリーか。取れないで後回にしましょう。はい、ということで、今回はここら辺にして、えー、終わりたいと思います。だいぶ平和だったね。順調に進んでたというか、多分他にも行ける部屋というか、獅子座の鍵を使う場所があるはず。なかったらね、ちょっと悩まないといけないんだけど、ある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 。2階のもう1個ここに使えるらしいので、なんだこれ まだ更新できるのかなちょっとここら辺も見に行きましょうということで、えー、今回はここら辺にして終わりたいと思います。また次回続きやっていくので気になったり続き飽きけない方はですね、ぜひどうぞ、えー、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあクルスイクナでした。また次の動画でね、お会いしましょう。またね。バイバーイ。